こんにちは、パパシェフです。伝説の家政婦シマさんのレシピを参考に簡単ガパオライスを作っていきます。まず生姜とニンニクをみじん切りにしてしまいましょう。ニンニクや生姜はみじん切りにして使用した方がはるかに料理が美味しくなるんですけど、みじん切りにするのって結構大変ですよね。だから僕もめんどくさい時はチューブのものを使っちゃいますね。玉ねぎは小さめの角切りにしていきましょう。パプリカの白い綿の部分が気になったので切り取っていきます。玉ねぎと同じような大きさにパプリカもカットしていきます。カットの大きさを揃えることで火の通りを均一にしていきます。一個一個丁寧な作業をすることで料理のクオリティが上がっていくんですね。フライパンに油を敷いて火をつけていきます。火加減は弱火で生姜とニンニクを炒めていきます。香りと旨味をじんわりと引き出してあげましょう。キッチンに美味しそうな香りが充満してきたらひき肉を加えていきます。そぼろになるようにしっかりとほぐしながら炒めていきましょう。鶏ひき肉は油断してるとすぐ塊になっちゃうんで、木べらでトントンしながら素早くほぐしてあげましょう。はい、鶏肉が白くなってある程度火が入ったら、カットしておいた玉ねぎとパプリカを加えていきます。火加減は中火にして玉ねぎが透明になるくらいまで炒めていきましょう。野菜が炒まったら味付けをしていきます。オイスターソースを大さじ2加えます。オイスターソースがなかったので中濃ソースで代用してみました。ナンプラーを小さじ1加えていきます。ナンプラーを加えることで料理が一気にアジアンな感じに変わります。味がまんべんなく行き渡るようにしっかりと混ぜ合わせたら、一度味見をしてあげましょう。自分好みの味にカスタマイズしてあげてください。僕はちょっと味が薄い感じがしたので、ソースを大さじ1、ナンプラーを小さじ1さらに加えてあげました。最後に大葉を加えて仕上げていきます。洗ってからしっかりと水気を切った大葉を重ねたままちぎって加えていきましょう。大葉はバジルと同じシソ科なので本格的な仕上がりになります。昔バジルが輸入できなかった時代は大葉を使ってジェノベーゼソースを作ってたっていうことも聞いたことがありますね。はい、そうしたらガパオの具材の完成です。せっかくなんでガパオライスにのせる目玉焼きも作っていきましょう。ガパオライスってタイの料理なんですけど、ガパオはバジルのことを指すそうなんです。だから直訳するとバジルご飯になるんですね。もしタイに行ってガパオライスが食べたくなった時にガパオライスって言っても通じないみたいなんですよ。そんな時はパッとガパオガイサップと注文してみてください。これで本場のガパオライスが食べられるはずです。はい、目玉焼きがカリッカリに仕上がったら盛り付けをしていきましょう。ご視聴ありがとうございました。このガッパオライス簡単に作れるんで、ぜひ作ってみてください。何か作ってほしい料理などありましたら、コメント欄に気軽に書き込みください。それではまたお会いしましょう。